今回はローソンさんの方でワイルドフォースを発売日に30パック買ってきました。1店舗10パック制限がありましたので、3つの店舗を回って10パックずつバラで買い集めてきました。こういったパックの開封動画は初めてですし、何か他の人と差別化をしようということで、今回は2倍速で動画を回しております。では切っていきます。ここで10パックをまとめて束にして開封動画を作っていこうとして、見事にパックから出すのを失敗しています。傷がついてないといいなと思います。ちなみに動画を作り終わった後、ノーマルカードが2枚パックの袋から出てきました。では最初の10パック見ていきましょう。私ですね、コレクション目的というよりはどちらかというと競技目的でやってますので、ここで仲良しポフィンが当たるというのは非常に嬉しかったです。仲良しポフィンなんて何枚やってもいいですからね。特に今環境の一番上にいるリザードン DX デッキなんかは3、4枚入るということでございますから、ここで何枚引けるか。 X の方で見た話ですが、仲良しポフィンは1ボックスあたり1枚から3枚入っているということですから、今回30パックで、まあ、少なくとも2枚は出てほしいかなと思います。ここで SR が出ました。いいですね、ゲンガー EX、 とてもデザインもかっこいいです。私以前はゲンガー VMAX が入った一撃デッキを使っていました。今回のゲンガー EX も何かのデッキで使いたいです。ここでエーススペックのネオアッパーエネルギーが出ました。ということで最初の10パックは以上です。トレーナーズと、キラーカードはこちらです。いい輝き。エラーでなければエーススペックと SR 以上は1枚ずつ入っているというのがこの箱です。それでは続いて11パック目から20パック目まで見ていきたいと思います。2枚目のネゴアッパーエネルギーが出ました。お値段としては1枚200円程度だそうです。タケルライコ EX が当たりました。タケルライコは首の長さで賛否両論があったデザインですが、私は個人的に好きですし、今回のカードのイラストだと首が目立たなくて非常にかっこいいです。またカードとしてのパワーもなかなか強めにデザインされていると思います。先ほど SR が出たゲンガー EX ですが、今回はダブルレアが出ました。ヘビ、ヘビ、そしてヘビ。こちらの10パックでのトレーナーズと、そしてキラーカードです。ぼちぼちですね。さあ、いよいよラスト10パックです。手袋が少々滑るように感じましたので、ゴム製のものに変えてみました。しかし今度は掴みにくくなってしまってます。次回から戻そうかなと思います。ドダイトス EX、 私ダイヤモンド世代なので嬉しいです。レアのトドロク付き。仇討ち矢羽の技が強力で、専用の構築を作ると簡単に200ダメージほど出ます。私はトドロク付き EX デッキに入れています。この辺りから後ろで何か光るカードが見えてしまっていますね。この光るカードの正体はアートレアのドーミラーです。アートレアは有名なイラストレーターさんが手掛けていることが多く、非常にデザインが優れています。ドーミラーの進化系のドータくん、以前のメタルトランスが強力でした。今回のトレーナーズは下の3枚とキラカードがこちら。結果はなかなか良かったです。またこういった動画上げていきます。